山形市立第一中学校は山形県山形市にある公立中学校。略称は山市中、山形市内では市中とも呼ばれている。公明には第一月区が他校との統合による新設があったため山形に中より創立年が新しい県庁近くに位置している。山形自動車道山形座を IC から県庁方面に行けば 必ず目にする中学校である。大半の生徒は、山形1章、山形5章、山形8章、東沢小出身者。山形市内第一学区、第5地区、第8地区、東沢地区。西部は7日、町商店街から、東部は宮城県境までは学区となっており、市内の私立中学校での学区面積は最大を誇る。希望の鐘。 同校で月曜から金曜の朝8時10分頃に創立年の数だけ鳴らす鐘。毎日生徒に当番が2.3人ほどに回り鳴らす。現在設置されている希望の鐘は2代目であり、初代希望の鐘は2回多目的教室に展示されている。周囲の4両は、生き生きとしたそしてみずみずしい松の葉と個性豊かに重厚に、さらに、 連帯感を持って東方にそびえる大宇連邦を象徴している。本校は4階まで設立されているが、特別支援学級を含め、各学年の学級の教室は3階までしかなく、4階は理科室や音楽室、被服室に調理室など、幅広く授業で扱える特別教室がある。同学校は校舎と武道場が分離されているが、それほど遠くはなく、 学校敷地内のど真ん中に設置されている。さらに2018年の8月から11月にかけて全教室にエアコンが設置されて以前の空間より過ごしやすくなった。この山市中は山形県で唯一ラグビー部とラグビー場が設置されており、県で唯一ということで公式大会はいきなり東北大会に出場できる幸運の学校であり、 山形県中学生でラグビーがしたいから、と学区外から一中に在学する生徒も少なくない。2016年度からは全校長会が前年度よりかなり減少したため、大会などの表彰は直接表彰状をもらうことはなく、昼の校内放送で結果のみ報告される形に変更された。ふるさとに誇りを持ち、学び続ける人間の育成スローガン。 限りなき全身目指せ一中性郵便番号990-0023山形県山形市松並三丁目1番15号。ありがとうございます。